エスラボリアルが完成しました。これがリアル。まずはね、これちょっとキングスの人に向けたようなやつですよね。滑ってるとどうなっちゃいますよみたいなのね。こんなんだからこうした方がいいよっていうね、そうアドバイスがちょっと書いてあるんですか、これ。そうですね。なるほど、うん、そういう感じなんでね、ちょっとセッティングの参考にしてもらえれば。そうですね、はい、セッティングだけじゃなくこのね可動域の変化を、はい、自分のその調子の変化と、はいはい、うまくリンクさせることによって、はい、こういう時はこういう立ち方がいいよとか、はい、あなるほど、ね、こういう時可動域こうなっちゃうから後ろ足開いた方がいいんだなって、はい、そういうのがね、ちょっとパターンとして何個か今まで私たちがこう見てる中で、はいはいはい、こう事例として挙げてるんで、これすごい参考になるんで、ぜひ見てもらいたいですね。そうですね、はい、1日9回ぐらいやって。そうですね、ちょっと見ておきましょう。1日9回やると間違いなく来シーズンのチャンピオンになる。チャンピオンなんです、ということでね、大丈夫です。9回だと、16,200円ということで、スタンサーが、まあ、測れますね、はい、これも SNS とか紹介してますね。で、次に、まあ、この辺がまたさらにリアルになってくるんですけど、リアルに物が置いてます、まずマジックソールですね。マジックソール、インソールの下に、はい、これソールですね。それでマジックソールでこの S ラボワックスですね、使わせてもらってます、はい、S ラボワックス、そして、まあ、それのあれですね、あのリキッドタイプですね、はい、リキッドタイプですね、はい、そう春先とかね、非常に助かりました。これリムーバーと、はい、リカバーワックス、はい、はい、でプラスこの、アンチバクターですね。アンチバクターはね、とにかく匂いが取れると。臭い人はもうこれを飲め。これをイカラ、ね、これを飲むともうイカラ、ほらあったじゃないですか、あのサプリで、あのバラのサプリ飲むとあのなんか体臭がバラの香りが、そうですね、それです。はい、それではないと思いますけど、それではない、なるほど、そうバラの匂いはしない、ね、バラの匂いはしない、わ、はい、かりました。消臭ってことですね。そうですね、こうではない、はい、はい、で、あとはこのスタンサーの横に似たようなものとしてこのマジックソールのね、あのこれですよ、この履いてこの乗ってあの これのねバランス測るって、あのそうですね、今やってみたら全然ひどい。やってみます？そうですね、このまずちょっとない状態で、ない状態で、はいはい、ここにこう角度が振ってあるんで、その角度にこの線を、そういうことか、そう、これでいいのか、こっち足がマイナス6ですね、はい、そしたら6度のところに合わせる、こう合わせてあげると、じゃあ OK で、まずこれで乗ってみましょう。まあ、塞いでみますでしょ、こんな感じですね、はい、でこれでつま先かかとを、つま先かかと、つま先かかと、そうです、大体、はい、そうですね。でまあ入れ方は様々なんですけど、はい、まあ一番こうオーソドックスな入れ方としては、ここのね、エッジのラインとほぼ平行に、はい、まあつま先、ね、親指と人差し指の間に、はいはい、置いてあげると、ちょっとうまくここの部分にはまるように、はまるように、まあ、これこの上にあの自分が実際今使ってるインソールをね引いたりしてやると、そうそう、ね、さらにこういつもと同じような感じで ね使用感できるので、これでパタパタちょっとやってみてください。こうグッとね、グッと止まる感じ分かりますよ、そうつま先行った時に止まる、切り返しがすごくスムーズにできる、なんかさっきよりもかかんって、そうですね、でこれを今度その状態つま先上げてもらって、はい、これを外してみます、外してみます、外してみるとこうやった時におっていうつま先がこう何ですかね、力がちょっと逃げる感じ、逃げる、めっちゃ逃げる、うん、めっちゃ逃げる、すごいよ、これが分かると思います。この細かな力の加減が滑ってる時は結構わからないんですよ。はいはいはい、そうですね。そう、滑ってる時は、うん、ね、他の動作やら、うん、いろいろ入るんでわからないんですけど、はい、まあこれがね、そうですね、全然違いましたね。ちょっと俺は、まあ、地味にこれ初めてやったんですけど、うん、すごいわ、全然違う、うん、踏め方が違う。そうですね、これまたこうね、あの母式のこう縦のところにこうつけたり、はい、あなるほど、いろいろつけ方をね変えたり、まあ、これね高さがこう3ミリ5ミリとか、3ミリ、あとこう硬いね4ミリとか6ミリとか、そうですね、これがちょっと違う、
そうですね、高さがね、そう違うんですね、こうやってねっていうのが、まあ、それもね、ここにいろいろ種類置いてあります。なるほど、ちょっとこれで試してみるといいですね、うん、そうですね、はい、マジックソールどうなのって思ってた人たちは、はい、これでね、うん、ちょっとね、あ、これは確かにこれ 使いたいな、こんだけちゃんと踏み込める感じになるんだったらちょっと使いたいなってなってくる、うん、来るはず、来ないやつはもうスノボでやめた方がいいまあそのぐらいのね、うん、そのぐらいのインパクトはある、ありますね、うん、これはサンプルかなと思うので、ぜひね、あの無料でこれはできますので、そうですね、はい、置いてあるんで、はい、だ置いてあるんですけど、これ、うん、持っていかないようにしてください。持っていった場合は逮捕されます。そうですね、逮捕です、普通に逮捕です、逮捕商品ですからね、はい、でまたスノーボーダーが逮捕されたって言って、またニュースになります。俺ね、次のオリンピック前にまたやめてください。そうですね、はい、そうですね、で、まずはこれは店頭で買えます、この千葉キングスの、はい、こっちの受付で買えます。はい、でそれと同時にその商品情報を見たい時のために、このね、なんかこうおしゃれにこうばらけた高さで設置しちゃって、またまあね、ちょっとおしゃれが売りなので、うちは。なるほど、はい、この QR コードでサイトの方に飛んで商品説明があると。そうですね、いうことですね、うん、はい、なかなかちょっとね、千葉キングスのスタッフさんみんな優しくてイケメンが多いんで、はい、ちょっとね、女性のお客さんも私をはじめ、はい、ちょっと声かけづらい、聞きづらいななんて、あ、ここでね、自分で携帯で QR コードビビって読めば、なるほどね、リカバーワックスでどんなのなのとか、はいはい、ね、アンチバクターはどんなのなのっていうのが全部載ってるサイトに飛びますので、はいはい、ぜひそれを。そういうことですね、わかります。いやー、だいぶだいぶリアルになりました。そうですね、だいぶこうね、こういう感じからのからのこれよ、ね、いい感じですね。ピクさんの太い声で今第二セッションスタートです。そうですね、はい、もうそこだけスマートな感じ、ね、千葉キングスといえばね、こうイケメンスタッフ、まあ、そうですね、まあ多いです、うん、多いんですね。あれです、下からだんだんイケメン感が下がってくる。そうなんですね、だんだん色が薄る。で、まあこれ、ね、ロゴもつけていただいて、はい、アルバンクライン、アルバンクラインもね、あ、違いますね、これ、あ、違いました、千葉キングスやね、あ、千葉キングスですね、千葉キングスってこと、はい、はい、まあ、これね、ここ何がどう映えるかわからないですけど、まあ、でもこうやってね、こうやって撮ってみたりして、そうですね、千葉キングス来ました、あ、いいですね、ジャンプ楽しい。そうですね、そういうスポットとしてね、それ欲しいですね、いいですね、薄着のギャルがこうやって乳寄せながら千葉キングス楽しい。まあ、海近いですか。そうですね、ね、水着のままで来ていただいてもいいですか、はい、いいんじゃないですかね、はい、そうしましょう。じゃあこれが今日から常設と、はい、そうですね、はい、はい、それも1年中やってます。リアルスタート、冬季営業は千葉キングス今年やら、次の冬やらない予定なんですけど、はい、ここだけやってます。そうなんですね、はい、あ、じゃああれですね、在庫チェックとかしに来ないためですね。そうですね、鍵上げて入り口の門も閉まってるんですけど、はい、通常時、はい、ここだけはやってます。閉めませんか。わかりました、はい、じゃ残念ながら閉めます。そうですね、はい、閉めましょう。ちょっと 今決めました。わかりました、はい、12月26日まで、はい、はい、まあね、少しずつね、またこう変えていったり、なんか装飾できれば。そうですね。ね、なんかこっちも少し変わるんですよね、予定としては。そんな感じでしたね。ね、そう、なんか変えるってもんちゃんが言ってましたね。はい。はい、なんで、まだまだ変わっていきますね。はい。はい、ということで、これがリアル。以上、Sラボリアル設置完了の回でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。